やっぱりローカルの人が住んでる場所っていうことで、結構ですね、多分ですね、日本でオンラインで知り合った女の子がそこに住んでたりとかっていうことがあるんですけど、ローカルエリアなんですよね。で、モニュメントっていうマニラの電車でいうとモニュメントっていう駅のところが近いんですけども、やっぱり行ってみると分かるんですけど、やっぱり現地人の中で、やっぱり日本人浮いてしまうんですよね。なので、やっぱりそんなに治安のいい場所ではないかなっていう印象ですね。ただ、ものすごい殺人がいっぱい起こるとかそういうことではないんですけども、やっぱり軽犯罪が多いそのフィリピンなので、ちょっとしたもの盗まれたりとかですね、あとはやっぱり銃社会ってことで油断はならないなと。いずれにしても過労感はやっぱり、ローカルな場所ってことは覚えておきたいですね。外国人があんまり行くような場所ではないってことです。だからコンドミニアムとかもそんなにないっていう感じですね。あとダバオですね。ここはですね、もちろん昔はですね、